プラス1同士の戦い、ヘボリュー対、ゴリラ。波動拳、開幕当てていくのはヘボリュー。さあ、波動拳をやはり使っていくのがこの竜ネクロの竜でしょうが、さあ先ほどの試合を見てると何回かかなり危ない波動拳の打ち方をしてコニタンに飛ばれていたシーンはあった。コニタン側はやはりチャンスがあるので、そのチャンスを確実に勝ちにつなげていきたい。画面端、このチャンスはまず第1回のチャンスでしょう。中盤投げてレール集計から、このエレクトリックスレーク当たらないがしっかりガードして、中盤ビリビリから投げて、おっとこれこの投げはちょっと痛かったが、立ち受け重ねていって1ラウンド先制したのヘボリュー。さあゲージを持っているヘボリュー、新勝竜はゲージマックス。1回の画面端はかなり重くなってくる。さあその画面端に行ってしまう、投げて、おっと自分からめくりに行く、画面端を維持せずにめくり中継を打っていったヘボリューだが、おっと無理をしてここで即答ガードされている勝竜。壊しい、これも直ブロエレクトリックスネック殺すさん。さあちょっとヘボリュー、これは流れ的には良くないか。モニタンから言わせるとかなりラッキーな形でこのラウンドを取っている。さあしかし、さあ新勝竜のゲージもここでエクサードを1回切って使っていく。エレクトリックスネークのゲージは1本、さあそして2本目がそろそろたまりそう。 EX サード、 EX サードと新勝竜だが EX サードを使っていく。ゲージはそしてから波動拳で、これは強気にジャンプ竜巻、チューパーをブロって、キチューパーエレク投げて、さあスタンチ余っていくぞ、キチューパーエレクスタンしている。さあちょっと決めに行こうとしすぎたかヘボリュー、それをうまくカウンター取ってコニタンがしっかり勝っている。